はい、はい、なんか最近こういうの多いな前もあったもんな。なんかあったな、この日常感。日常感あるな。トミーよ顔が絶対おかしいだろっていう顔おかしいだろっていう状況だった。今日めっちゃ飲んだな。僕カシスオレンジしか本当に飲まないんで、うん、で肝臓悪いのおかしいんですよ。で俺の方が肝臓丈夫さじゃない。そう、でも顔今おかしいっすからね。ただ僕はだから今日僕結構飲みましたね今日ね。結構あの今千葉にいるんですよなんで千葉にいる、うん、でトミーがちょっと進行だからね、サブちゃんは。はい、そうですね。明日ね、うん、まあちょっといろいろやるために千葉に来てて、でまあホテル泊まってるんでちょっとこういう環境なんですけど、はい、題名の通り、うん、ちょっとこちらの、あはいはい、絡んでるんですよ。 iPhone ケースね。こちらあと4つしか残ってないらしいです。え、そんなはけたんですか。世界に4つしか残ってないです。え、そしてなんと生産中止になりました。マジ。じゃあ逆にいいっていう現象。そう、逆にすごいいいっていう現象で。え、何個売れてんの。いや、めちゃめちゃ売れたでしょ。売れてはいるんだけど、いや、ライブなんで売れたその利益とかは、うん、もちろんそのライブの経費にはとってるんですけど、うん、これね、うん、大阪と、うん、買っていただいてありがとうございます。大阪とね、鹿児島で売らせていただいて、うん、もうあと4つしか残りがない、はい、で、バンカーリングを鹿児島から出してるんで、そう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 。で、俺ら今ね、バンカーリング使ってるんですけど、でバンカーリング売ってる関係で、これもう生産中止になったんですよ。はい、うん、ちょっと虐げられたってこと。いや、なんか、価格が低いってのもあって、まぁ、あ、こっち。まぁ、あ、俺らだから運びやすいとかってことだよな。そう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 。いや、これだから普通に俺好きだから、そうそう、家にあるんだけど。一個一個持ってるんですけどね。でも、あの、もう使ってるケースがあるっていう手前で、これ使ってる。逆にレアになるパターンね。そう。あと4つしかないな。で、もし今後俺らがさ、1年後2年後ライブやって、うん、スマホケース出すとしたらそれじゃないのでしょうか。そう、だからこれもあと世界に4つしかないですよ。売るのうまいな。いや、これで売ったらね、ちょっとなんかちょっと嫌じゃん。嫌じゃんっていうか、なんかまあまあ確かに、ね、ちょっとなんか商売臭いじゃん、うん、売ったらこれで4つなんで高くしますとかちょっと違うじゃん。まあ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 、うん、で今回ね、うん、7月16日に、うん、ありがたいことに名古屋でトークライブが決まったんですよ。本当にありがとうございます、本当にね、うん、これで無事大阪と鹿児島やって次名古屋回れるんですけど、はい、で広島にも行ったし沖縄にも行って、はい、トミーは北海道にも行ってるわけですよ。勝手にな、うん、勝手にな。結構いろんなとこも行きましたね。そう、今年はで7月16日名古屋、はい、4部あります。4部構成で、はい、で、まあ、場所とかも下にね、URL 貼っとくので、そこから見てほしいんですけど、うん、まあ、ぜひね、皆さんに、まあ、楽しんでいただきたいなと思うんですけど、まあ、この動画は、残り4個、うん、これ4部なんで、うん、1公演1個、はいはいはい、お客さんの中から、まあ、サイン付きでプレゼントしたいなと。まあまあ、サインも場所考えますよ。その場でした方がいいかもしれない。そう、その場で、もう、そのライブ中に。しないでって言われたらしないし。これがいいっていう。確かにな。もうほんと0円で、僕らがね、もうそれを。払うってことですね。買い取って、プレゼント企画にするんで、1公演1個プレゼントなんで、何であげる人決めるかっていうのを、うん、ちょっと俺もう酔っ払ってるから、ちょっと考えてて、発表してっていう。他の企画もね、盛りだくさんなんですよ。例えば僕らの生の質問コーナーもやるし、うん、それこそその日のための映像も作るし、うん、なんか、なんだろうな、他何やつっけ。ダリか忘れたわいや、いろいろやってたじゃん。行く前、じゃあ難しいな。なんだろう、一番俺に似てる人って言ってもしょうがないもんな。あ、ちょっとありだな。でもちょっと寄せてこられたらさ、寄せてこられたら変な空間になるからな。全員単発にしてないや、だからお客さん全員俺に似てるっていう状況で俺ライブしたくないもんな。お客さん全員カンタって嫌だもんな。なるしな、多分。多分全然寄せるものは寄せれるからな、カンタに、うん。あ、チケット番号その前俺らがくじ引くとかでも、なんかもうそういうランダム的なね、うんうん、そうしよっか、方がいいかもしれない、ね、じゃあランダムでその引いたその番号であった人に、はい、こちら、はい、僕らのスマホケースとサインをじゃあプレゼントすると。そうしましょう。名古屋がっつりは俺らないよね。だからそういう意味で熊本もそうでしたけど、うん、熊本だっけ。いや、もう忘れてんだったらもう行かない方がいい。鹿児島でね、うん、好きになって帰ってきたんで、うん、まあ名古屋もぜひ楽しみたいよね。名古屋を味わって、うん、
で、ライブで名古屋の人に恩返しして、帰ってこれたらいいなっていう気持ち、うん。あ、だからコメント欄にさ、なんか名古屋のここいいよっていうところ。あ、確かに。書いていただけたらなんか。名古屋の、そういうこと衣装とかもね、みんな言っていただく、うん。もう2回夜あるから。最高。バカみたいに叫んで。2回走れる。走んない。歩け。止まれ。なんで立ち止まれそう。なんで俺、動ける服装で止まんだよ。動けない服装でいけるじゃん。あの、鹿児島の時は皆さんが言ってくれたお店に行って、美味しかった。うん、白熊くんのとこ美味しかったしね。はい、うん。じゃあちょっとぜひね、応募してほしいですね。はい。7月16日日曜日。で、4部制なんで、10時半からと1時からと15時半からと18時からですね。で、場所は、ミュージックファーム。おー、いいね。音楽の牧場。音楽牧場。音楽牧場。よし。覚えた。もう覚えた。もう覚えたな。うん。で、俺らがやるのそこで。ん音楽牧場で、俺らがやるってこと。まあでも前、まあギリ。前牧場で動画撮ってるから。ふぁー。羊のやつやってるから。ギリか。うん。で、今回ですね、あの、グッズの方も。うん。もう今、カンタが絵描いてるし、あの、新しくいろいろグッズも動いてるので。あ、頑張るんでね。うん。まあ、会いに来てやってもいいよっていう人はね。まあまあ、ちょっと顔見てやるか、みたいなね。ぜひ来てください。はい。お願いします。ということで、じゃあ、千葉の美浜区から、はい、水溜りボンドがお送りしました。はい、ありがとうございました。